早いな。お腹が鳴った、うん、お腹が空いた。え、増えた。こんばんは。6月16日午後6時30分を回りました。ベイビーチアーズの萌入です。毎月第3金曜日放送のベイビーチアーズ萌入のスマイル。この番組は歌って踊ってみんなを応援するチアボーカルユニットベイビーチアーズの萌入がお送りいたします。本日もよろしくお願いします。はい、ということで6月ですね、もう終盤ですが、そうですね、今日はすっごく暑かったなと思っています。皆さん大丈夫でしたか？そしてなんか予報によると18時頃から雨も降り出すと言っていたんですが、雨降ってますかね？降ってない。じゃあ今から来るかもしれない、逃げろー。ということで雨にも気をつけてください。はい、でもなんか梅雨なんて言われたりしてますがね、本当にやっぱりでも思うんですけれども、なんか暑いと思って薄着をしてスーパーの、冷凍食品とかのコーナーに行くと寒いじゃないですか。私はあれでよく風邪をひくので、はい、皆さんも気をつけてほしいと思います。そして、あさってですね、6月の第3日曜日、父の日と言われてる日でございます。母の日は赤のカーネーションというイメージが強いんですけれども、父の日は黄色のバラだそうです。ご存知でしたか？あら、知らないみたい。知らない。黄色のバラ、サテライトの皆さんも笑ってる。黄色のバラなんですって。でもなんか諸説いろいろとありまして、理由はなんちょっと一個にどれっていうのは紹介できないので、気になった方は調べてみてください。私が父の日って言って思い出すのは、やっぱりお父さんを思い出す時って野球中継があるとよくお父さんを思い出しますね。よくリモコンの取り合いしてたなとかいう思い出があります。はい、今週日曜日ですね。そして明日17日土曜日、轟競技場で19時キックオフ、川崎フロンターレ VS サンフレッチェ広島ございます。はい、轟競技場で。明日は轟陸上競技場にて、はい、ございます。明日は、晴れという予報を先ほど見たので、おそらくすごい盛り上がった暑い一日になるんではないかなと思います。ということでね、はい、今日も私も楽しい30分にしたいと思っております。はい、それではですね、4月26日発売の私たちのサードニューシングル On the Wing をお聴きいただきたいと思います。ベイビーチアーズで On the Wing。 お便りの尺流します長くしますね。すいません、ありがとうございます。もう本当に、はい、いや、とんでもないです、すいません。轟陸上競技場です。すいません。なんか今日いつもに増して携帯持ってません？皆さん近い。やめてください。悪いことしてないです。やめてください。やめてください。雨降ってない。雨降ってない。よかった、本当によかった。ユーストリームをご覧の皆さん、こんばんは。ベイビーチアーズです。すいません、こんなことしてる場合じゃなかった。黄色のバラだそうです。ご存知でした？あげたことないから。黄色のバラあげたことはないから、ないですね。そもそも黄色のバラ見たことがそんなにない。なんかいっぱい説があったんですけどね。で
でも幸せの色が黄色ですって。今日皆さんの洋服は何色って言うんですか。茶、白、白、紺色、黒白、緑、黄色は一人もいません。これみんな聞こえてるのかな、聞こえてないのかな。6? 聞こえてないのか、うん、はい、ありがとうございます。今日噛まないってみんなと約束したんですよ。でも噛んでなくないですか。うん、行くぞとか言ったらしょっぱな噛むからね。はい、というわけでサードニューシングルオンザウィングをお聴きいただきました。全国 CD ショップ等にて実際発売中でございますので、ぜひお手に取っていただければと思います。はい、それでは、スマイルな出来事ということで、私のスマイルの話させていただきたいんですが、先週のクラブサイエンスさんといって新宿でライブがございました。そこで、この日はですね、朝の11時30分からかな出番がだったんですが、もう朝だから体もしっかり動かさないとねって言って、かおりさん、さゆりさんとすごい念入りにストレッチをしてて、楽屋裏で、はい、すごくこうジャンプしたりとか筋伸ばしたりとか、こう MC 何しゃべりましょうねみたいな話してたのに、はい、あの初めてですって、ベイビーチャーズで初めてベイビーベイビーチャーズをせずに、あのライブ直前のエンジンみたいなものを、エンジンみたいなものをせずに、はい、ライブがスタートしてしまい、はい、オンザウィングからだったんですけれども、最初のポーズにつけず、なんというかよくわからない感じでスタートしたハプニングがあったライブでした。はい、スマイルって言ってるのかわかんないんですけど、私的にはすごく念入りに準備してたからこそ面白かったです。はい、続いては皆さんからいただいておりますお便りをご紹介したいと思います。大阪府にお住まいのお名前トイプードルさん、萌入りさん、こんばんは。こんばんは。先日初めて萌入りさんを知って、素敵な笑顔も可愛い声も顔も元気いっぱいのところも恥ずかしながら一目惚れしてしまいました。想像になかったゲラ笑いはびっくりしたけど可愛いと思います。ゲラ笑いしましたかね。はい、アイドル活動などはまだ全然知らないんですが、今日タワーレコードで CD を取り寄せてもらったので届く日を楽しみにしています。いつか大阪にも来てくれると嬉しいです。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。今日ってことは今日の今日ですよね。うわー、取り寄せていただいて早く届けばいいなと思います。待ってください、ゲラ笑いってしました？ショールーム。ありがとうございます、見つけていただいて。本当にこれからよろしくお願いします。はい、兵庫県にお住まいのお名前アナゴチさん、萌入さん、こんばんは。大が笑顔になったということですが、あるお客さんがテレビの設定ができないとリモコンだけを持ってきました。それを見たら汎用のリモコンでしたので、こういう理由で使えないので純正のリモコンを買うか、同じメーカーのテレビがあるならこのようにしたら使えますよと伝えました。数日後本社から連絡があって、無事に使えたのでありがとうございましたとありました。役に立ててよかったなとスマイルになれました。はあ、すごいですね。電気店にお勤めってことですよね。こういう、私からするとこういう未知の部分を知ってる方にそういうアドバイスを的確にいただけると本当に安心すると思いますし、本当に嬉しかったんだなと思います。私も頼るべきところは頼りまくろうと思って生きておりますので、はい、これからたくさん頼らせてもらえればなと思います。いいですね、ほっこりだ。はい、そして神奈川県にお住まいのお名前メジナさん、萌入さん、こんばんは。こんばんは。昨日の煮立ってしたことを紹介します。はい、最近大好きなアイドルさんがショールームイベントに参加していて、一途な私はどんな時でも応援に駆けつけたいと。でもギガの残り数も気になります。はい、そうですね、通信制限かかっちゃったね。
そんな時見つけてしまいました。職場の一角に Wi-Fi のつながるエリアを強い思いはどんな壁でも乗り越えることができるんですね。これで昼休みの3週投げもゆとりを持ってできますよと。いやありがとうございます。え、これは運命なんですよね、きっと。 Wi-Fi とメジナさんとの、私とメジナさんとのかな。はい、え、すごいな。私もどっかから飛んでこないかな、 Wi-Fi って感じなんですけれども、もう本当にお仕事中とかお昼休みとか見れない時、聞こえない時でも私の配信に来てくださる方が本当に多くて、そんな方に何ができるかって言ったら何もできるわけでもないんですけれども、その心だけで本当に頑張れるので嬉しいなと思います。ありがとうございます。本当に本当に本当にありがとうございます。はい、そして千葉県にお住まいのすぐ戻る無気力さん、はい、萌里さんこんばんは。こんばんは。笑顔になった時思いついたのは、仕事中に先輩とバカ話をしている時ですね。くだらない冗談を言えるっていいですよね。22日25日もファイティーンといただきました。え、すぐ戻る無気力さんがバカ話？そうですね、ライブで何度かお会いしてるんですけれども、どんなバカ話してるんだろう、気になる。今日何食べたい？あ、今日俺フライパンが食べたい。なんでやねんとかいう、そういう会話ですかね。くだらない会話ですかね。はい、いいですね。私も、メンバーのすずちゃんとかはですね、基本的にバカ話しかしてないので、本当に笑顔になれるっていいなと思います。22日25日のライブも頑張ります。はい、そして次のお便りが、栃木県にお住まいのお名前シモティさん。笑顔になったこと、ベイビーチアーズのモエリちゃんが可愛くラジオを聞くだけで笑顔になれます。はい、ありがとうございます。いや、もうラジオたくさんやらせていただいて、ここに今いるんですが、もうやっぱ緊張が止まらなくて、吐きそうでたまらないんですけれども、笑顔になれると聞いたからにはやるしかないと思って頑張っていきますので、ありがとうございます。はい、そしてですね、なんかよくわかんないお便りがいっぱい来てます。なんかよくわからないお便りっていうかですね、ちょっともう、はい、ちょっと読ませていただきますね。はい、読ませていただきます。東京都にお住まいの萌えたんのペットさん。萌えたん、こんにちは。こんにちは。先日ショールームで久しぶりに声を出して笑った配信がありました。それは萌えたんのショートカットにしちゃったよドッキリ配信です。リスナーさんたちの可愛いよという言葉に本気で照れてる萌えたん、そしてドッキリだと言い出せなくなって困惑してる萌えたん、本当に面白かったです。何を笑ってんだ。何より前に公開してくれた中学生の頃の萌えたんの写真とそっくりだったこと、やはり成長しているのは髪の毛だけなのかな。え、これからもラジオショールームともに楽しい配信を、そしてライブではかっこいい萌えたんを楽しみにしています。あ、ショールームでみんなが騙されたとか怒っていたのは冗談で、萌えたんをいじってただけだから気にしないでね、ということです。ありがとうございます。そのショートカットについてのお便りが、なんだかよくわかんないお便りがたくさん来ています。本当にありがとうございます。なんかショートカット、なんか好評なのかな、これ好評ってことでいいのかな。お名前みのきちさん、そして東京都にお住まいのお名前 10% さん、千葉県にお住まいの恋バナより七変化さん、ありがとうございます。本当に、はい、ということで萌えたんのショートカットドッキリ成功したということで、元気よく次の曲に行きたいと思います。サードニューシングルオンザウィングのカップリング曲です。ベイビーチアーズでマイベスト。ゲー、読めなかった。伸びました、髪の毛。伸びたんです。ドッキリとかじゃないです、伸びたんですよ。伸びた。やればできるこのハーツだけど、でも確かに変わってなかったね。ね、ごめんね、読めなかった人。どうしよう、お名前だけでも、
もう邪魔なものは全て取り付けちゃえばいい。あ、でも読めるかもしれないな。読めないか、無理だな。コントラス、あ、え、始まったのが約1分前の虫で入ったから。今ですか、うん、え、曲嘘だ、え、4、え、でも、でも台本と違うかもしれない。4330ですよね、多分違うかもしれない。怖い、そういうことだ、危ない危ない、ほらねほらね、危ない危ない、そうってことは、だからこれこれ開け、はい、開けて、だからそんなに時間はないってことですね。うん、ありがとうございます。約1分くらいプラスされてるから。あ、本当ですか、うん、え、てかお便りどっか行っちゃった、あれ、ちょっと待って、あ、これだこれだ。え、そうちゃんもあるか、あ、こっちも見たいんだった。はい、続いてですね、笑顔の曲と題しましてもお便りの方をいただいております。ご紹介させていただきます。東京都にお住まいのお名前はほいさん、まずはこんばんは、ほい、わっほーい。笑顔になれる曲はひわさんの明日はきっとです。明るくポップな曲調でとっても素敵な曲です。 YouTube の小森田実さんのチャンネルにあったのですが、削除されてしまい、もう聞くこともできないのかと思っていたら、2年前にラジオで流れたのを録音してありました。機会があればお聞かせしますね。聞かせてください、聞かせてください、はい、ありがとうございます。お先にお礼を言っておきます。ひわさんは初代メインボーカルの方です。はい、素敵な歌声でね、もうなんかもう感動、もう本当にすごいんですよ。はい、そしてお名前まっくんさん、萌里さんこんばんは、こんばんは。最近、笑顔笑うが歌詞に入っている曲を聴くことにハマっています。お、素敵。ベビちゃんのスマイルは当然ヘビロテ中なんですが、おい、どのアーティストさんの曲も聴くと自然に笑顔になる、優しい気持ちになれるのが特徴かな。そして萌里さんの笑顔も大好きで、いつも元気をもらってます。ありがとうございます。まさに僕の太陽なのです。キラキラー、ありがとう。ということで、こちらこそありがとうございます。そして今おすすめの曲は生き物係さんの笑顔です。ということで、私もこの曲大好きで、まあ私もちょっと笑顔って曲をですね、一時期ずっと探しておりました。スマイルを、歌わせていただく上でどんな笑顔の種類があるんだろうってことで、笑顔のタイトルの曲をまあブワーって聴いてた時期があって、この曲にも巡り合ったんですが、ちょっとじゃあ私も一節っていうのかな、一節歌わせていただきますね。いきます、はぁ、あ、死にそう、いきますよ。そうさ、君が笑ってくれるなら僕は何でもできるよなんて、ちょっと強がってるかな、でもね、なぜか勇気が湧くんだ、花が散って咲くように何度も幸せを繰り返せたなら、そうやって生きてゆこう、だから僕は強くなりたい。はい、ということですいません、ありがとうございます。あ、サテライトの方を見るの緊張しましたが、拍手で迎えてくれました、ありがとうございます。はい、私も好きです、この曲聴き続けます。はい、そしてお名前ちめさん、5人家族の我が家、それぞれが独立しそれぞれの場所で元気に頑張っています。今日は長男が東京にいる次男と長女に会いに行きました。お互いの近況報告など時間を忘れて飲み明かすのかな。もしも願いが叶うならもう一度5人で暮らしたいなんて叶わない夢を見ています。いつまでも仲良く助け合ってね。3人の笑顔が生きがいです。ありがとうございます。素敵なお便りいただきました。このチェメさんの、そうご紹介いただいた曲リクエストがですね、
アンジェラ・アキさんのホームという曲なんですけれども、この曲も私本当に好きで、そうですね、以前どっかのオーディション、どこだろう忘れてしまってないんですけれども、以前、オーディションでも歌ったことがあります。とても素敵な曲なので、こちらもちょっとだけ歌わせていただきたいと思います。はい、これ上京日、ふるさとがテーマの曲です。はい、いきますね。小さな場所を後にしてから、どれくらいも経つのだろう。ホームイン s c a r ふるさと、心の中で今でも優しく響いてる。寂しさが染みついた夢のない夜には、あなたを呼んでいる。ありがとうございます。はい、アンジェラ・アキさんの曲で、上京してきて本当に救われた曲ですね。はい、本当にこの曲も好きだったのでリクエストいただいて嬉しかったです。皆さん、この2番の A メロが本当にちょっと心がグッてなってしまう、いつもなってしまうんですけれども、よかったら聞いてみてください。はい、このですね、いつでも仲良く助け合いたいと思います。そして東京都にお住まいのお名前、ぽよぽよなさん、もえたん、今日もお疲れ様。お疲れ様です。笑顔になったというか、最近笑いすぎて顔の筋肉が痛いです。笑うことはいいことだけど疲れます。ショールームでもそうだし、仕事でも遊んでてもね。だから笑うために顔の筋肉をストレッチしておかないと。何の話って言ってますけど何の話ですか曲曲と来て、まあ来てですね、この体調のお便りを最後に私読ませていただいたんですけれども、はい、顔のストレッチってですね、見た目悲惨なんですよ。ご存知の通り、私もよくするんですけれども、滑舌が悪いのでね、今日も噛まないと言って、ちょっとうんって感じなんですけれども、そう、だから今度一緒に顔のストレッチさせていただいてもいいですかね。よろしくお願いします。でもね、笑いすぎて疲れるんだったら私は本望かなと思います。いつもありがとうございます。はい、皆さんの笑顔にしちゃったなっちゃった、そんな出来事や笑顔になれる曲を教えてください。お便りの方は川崎 FM のホームページお便り投稿フォームより番組宛てで送ってください。ベイビーチュアーズのホームページからも飛べるようになっております。それではここで今日3曲目になります。オンザウィングの3トラック目に収録されている曲です。お送りいたします。ベイビーチアーズでチャンス。わあ、急ぎすぎたみんな笑わせるや。吐きそう。一人で泣いたり、風伝わらない、この感じ。大丈夫おはよう、ありがとう、みんなごめんなさい、危なかった人、本当に結局全員お名前読めましたですよね。紹介できなかったけど名前読めた。ショールームで喋ろ、ショートカットさんたち、ショートカットさんたち、ショールームでファイトしましょう。つかめ、早いな、30分、なんか悲しくなってきた。終わりたくないね、せっかくみんなにも会えたのにダダコ根っこですよね、ただの終わりたくないみたいな。すいません、あ、リバーブありがとうございましたえ、全然とでもないですありがとうございます。当たってた。え？当たってた時。当たってた？何が？
マイク許してください。明日だ、川崎フロンターレさん。ベイビーチャーズのチャンス、お聞きいただきました。お近くの CD チョップすいませんCD ショップにてお求めください。お願いします。はい、それではここで告知をしっかりとさせていただきます。まずは6月の22日木曜日、 FAD 横浜さん来週ですね、チャームポイントボリューム5、5ということで来てください。6月25日日曜日、川崎セルビアンナイトさんでドリームキングダムの10周年記念ライブがございます。もちろんベビッチも出演させていただきます。はい、来てください。実証青春ですね。はい、来ていただきたいと思います。7月の4日、六本木毛布東京さん、アメリカ独立記念&七夕織姫スペシャル、タイトルがものすごいんですが、なんか楽しそうですね。この日しかもですね、新プロジェクトのペパーミントボックスの誰かがバックでダンス入れるかもという情報がちらほらしておりますので、楽しみにしててください。アメリカ独立記念さんと七夕そうですね、この日にしかね見れないこともあるかもしれませんよ。7月の8日、渋谷デセオさん、ネクストアイドルコレクションボリューム17、7月20日20日ですね、オーブ渋谷さん、ガールズミュージックレボリューションボリューム6、はい、7月26日、四ツ谷ロータスさん、初めてや。東京アイドルターミナル、ボリューム7などと、ライブが続いております。お越しください。詳しい情報は、ベビーチュア公式サイトから、検索はカタカナで、ベビーチュアで検索してみてください。それからですね、ベイビーチュアーズの新プロジェクトがあります。ペパーミントボックスというサブダンスユニットが動き出しております。先ほどもちょっと触れましたが、7月4日の毛布さんのイベントに、お披露目できるような感じなのかな、ということです。実は人数が多いのですね、抜粋してちょいちょいって感じになっていくかと思われます。ぜひ楽しみにしていてください。はい、また天気がですね、あやふやで、あやふやっていうのかな、とても変わりやすいと思うので、皆さんお気をつけください。気温もですね、最近風邪ひいてる人多いし、はい、そして明日川崎フロンターレ頑張れということで、はい、今日も時間が来てしまいました。ベイビーチャーズ萌入のスマイル第9回放送、いかがだったでしょうか。次回放送は7月の21日金曜日18時30分からとなっております。またお耳にかかればと思います。ベイビーチュアーズの萌入りがお送りいたしました。皆さん、スマイルな週末をお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。